はい、こんにちは、林です。今日はですね、視聴者の方からの質問にちょっとお答えしていこうかなと思います。で、その質問が何かっていうと、僕ですね、こういった、基本的に無印良品で揃えた部屋で暮らしています。で、皆さんもね、見てわかる通り、僕の部屋そんな散らかってないじゃないですか。で、この光景を見て、林さんってなんでこんなに部屋が散らからないんですかとか、何か秘訣があるんですかっていう質問がありましたので、今日はですね、脱お部屋ということで、お部屋を脱出するために、綺麗な部屋をね、保つ秘訣、これ4つありますので、僕がですね実際に実践している方法ですね、部屋をきれいに保つための4つの方法っていうのを今日はちょっとねこういった語り口調でお話をしていこうかなと思います。普段はですね無印良品で買った商品の紹介とかやってるんですけれども、たまにはこういった暮らしに役立つ情報っていうのもね今後は増やしていきたいなと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録していただければなと思います。ではね早速本題に行きましょう。ってことで、お部屋をね、脱出するために、部屋をきれいに保つ秘訣ですね。それ4つありますので、先に4つ紹介します。まず1つ目が、物の住所を決めておく。2つ目が、お掃除はロボットに任せる。で、3つ目は、無駄なものはほとんど買わないと。で、4つ目は、片付け。何か使ったものがあれば、すぐに片付けるですね。では、早速1つずつ見ていきましょう。じゃあまず1つ目のですね、物の住所を決めておくっていうことなんですけれども、基本的に、部屋が散らかってる人の特徴っていうのは、自分がその物を持ってるじゃないですか、何かね。その物の住所を決めてないっていうことがよくあるんですよね。例えば今ここにですね、財布があるんですけれども、財布ね、家の中でもよくなくすっていう方、もしかしたらいらっしゃるかもしれないです。じゃあなんでなくすのかというと、そもそも財布をいつもどこに置くのかっていうのは決めてないっていうことが多いと思うんですよね。僕の場合は今ここは、スタッキングシェルフですね、の上にこの三脚を立てて撮影をしているので、ここのスタッキングシェルフにいつもね、財布を置いています。なので、僕のこのスタッキングシェルフね、物の住所決まってるものがいくつかあるんですよ。まず AirPods Pro、2つ目が Apple Watch で、3つ目がこちらの財布。そして4つ目がペンですね。これは絶対こちらのシェルフに置こうというふうに僕決めてるんですよ。他にはプレイステーションビータというゲーム機だったりとか、あとは Kindle Paper White とか、全部そういったガジェット類はこちらのスタッキングシェルフに置くっていうふうに僕は決めてるんですよね。そんな感じで、まず物の住所を決めるっていうのが非常に大事です。他には無印にはですね、ファイルボックスとかいろいろね、収納グッズあると思うんですけど、それをこちらのスタッキングシェルフに全部収納してるんですよ。で、こちらのスタッキングシェルフのそういったファイルボックスに何が入ってるかというと、まず書類とか、クレジットカードとかの書類とか、あとは掃除用具だったりとか、ゲームソフトとか、もう全部ね、ここには何を収納するっていうのを決めてるんですよね。で、それを決めておけば、例えば何か書類を書かないといけないっていう時には、ファイルボックスから書類を取り出して、書き終わったらそこに戻せばいいじゃないですか。そんな感じで、基本的に物の住所が決まっておけば、直す場所、戻す場所っていうのも決まってますので、ちなみに直すっていうのは福岡の方言で戻すっていうことなので、そこはちょっと僕が万が一直すって言ってしまったら、そういう風に捉えてください。はい、これちょっと方言です。申し訳ございません。そういった物の住所を決めておけば、物をね、戻すことができると思いますので、まずは自分の持ち物に関しては、ここに収納するっていうのは絶対決めてください。で、次、2つ目なんですけど、掃除はお掃除ロボットに任せるっていうことなんですけれども、僕ですね、こちらのお掃除ロボットのグラーバーをいつも使っています。これね、床拭きロボットなので、床がフローリングの場合だけしか使えないんですけれども、床をウィーンって、ね、掃除してくれるんですよね。で、僕は基本的に外出をする前とかにこちらをかけてるんですけれども、そんな感じで、日頃の掃除って、正直めんどくさいじゃないですか。そういっためんどくさいことは今ロボットで解決できる時代になっています。で、僕もですね、こちらのブラーバも買って半年ぐらい経つんですけれども、もう本当に毎日使ってますね。これがあるおかげで僕の部屋が割と綺麗に保たれているっていうのはね、まず間違いないじゃないかなって思います。だってもう自分で掃除してないんですもん、この部屋。こちらの床拭きロボットが基本的に掃除をしてくれるので、ちょっとね、隅々とかはやっぱりね、気になるホコリとかが出るので、それは掃除しないといけないんですけれども、ただそれをやるのは1週間に1回ぐらいですね。毎日のお掃除に関しては、クイックルワイパーを毎日かけないといけないだったりとか、他には掃除機をかけないといけないって、そういった手間は全くないので、もうね、掃除から解放されたい、部屋を毎日きれいに保ちたいというのであれば、まず自分が掃除しないということが非常に大事なんじゃないかなと思います。っていう時にこういったね、ブラーバだったりとか、あとね、床にカーペットを敷いてる方だったら、例えばルンバとかそういったものを買うと、自分が掃除しなくても勝手にこいつが掃除してくれるので、まず部屋をきれいに保つということは
できますね。まあ、これね、使い方簡単なんですよ。ここにスイッチあるんですけれども、このスイッチを押す前にまずバッテリーを入れて、でその後にこちらにモップをつけて、あとスイッチを押すだけなので、まあ、あとはね、帰ってきたらもうね、掃除が終わってるっていう感じですね。まあ、こういったね、めんどくさいことはまずロボットに任せましょうっていうことが非常に大事なんじゃないかなと思います。で、次3つ目なんですけど、まあ、そもそも無駄なものを買わないってことですね。まあ、例えば100円均一で、あ、ちょっとこれ収納として使えそうだから買ってみようとか、なんかそういったなんか収納グッズをね、集めたがる。あの、基本的に部屋が汚い人の特徴って、なぜか収納グッズいっぱい買っちゃうんですよね。でも、収納グッズを買うっていうことは、そこに何か物を入れなきゃいけないっていうことじゃないですか。ってことは物増えますよね。だから収納っていうのは本来数はね、ごくわずかでいいと思うんですよ。なのに収納グッズとか100円均一とかで買っちゃうと、まあ、その分何かね、そこに収納しなきゃいけないっていうね、思考になってしまって、余計にね、無駄なものを買ってしまうという恐れがありますので、まず収納とかに関してはもうね、限られた収納スペースを保つということです。で、例えば物を買う時でも、これはどこに収納しようかっていうことをまず考えて買わないと、結局物増えるばっかりなんですよね。で、例えば物が溢れ返ってしまって、その収納スペースが少なかったら物の住所も決まらないから、まあ、だからさっき言った物の住所を決めましょうっていうお話も絶対できないですよね。もうこれもね、結構大事だと思うんですよね。まあ、なので、基本的に物をほとんど買わない。もうこれが大事だと思います。自分が最低限使うものっていうのを把握した上で、まあ別にミニマリストまでになろうっていうわけではないんですけれども、まあ僕の部屋もね、基本的に物は、普通に比べると少ないと思います。で、無印良品で今いろんなアイテム買ってますけれども、だからその中でもちょっとこれ気にならないなとか、もうこれもういいかなっていう商品は例えばメーカリに出品するということを僕普通にやってますので、まあ何か新しいもの買ってみて、ちょっとこれ自分に合わないなって思ったらすぐに手放すってことが大事です。うん。合わないものをずっと家に置いていてもそれはもうガラクタにしかならないので、もう他にね、使っていただける人にね、それはもう譲るとか、ね、そういうふうに物の循環をするっていうのが僕は非常に大事なんじゃないかなと思います。ってことで、まあ3つ目は、まず無駄なものを買わないってことですね。じゃあ次4つ目、最後なんですけど、最後はもう何か物を使ったらすぐ片付けるってことです。もうこれね、僕が一番伝えたいところ。例えば、例を挙げるなら食器です。皆さん自炊した後に食器いつ洗ってますか？僕はもう食べ終わったらすぐ洗っています。それにはやっぱり理由があって、食器って洗うのめんどくさいですよね。で、僕も正直めんどくさいなと思います。だけど、そういっためんどくさいことを後回しにしてしまうと、どんどんやらなきゃいけないことが溜まってしまって、結果的に、うわ、めんどくさってなってやらないんですよ、人間っていうのは。だから、めんどくさいことほど、もう先に済ませるっていうのが非常に大事です。例えば部屋の中で洋服ですね、洋服を買った時とか、もうすぐにクローゼットに収納するためにハンガーにかけるだったりとか、他にはこう本とかを買ったらすぐ本棚に入れるだったりとか、もうね、何かしらの収納場所に絶対入れてください。物を取り出すとか物を買った時にはね。食器の時もそうなんですけれども、食器とか本当にめんどくさいじゃないですか、洗う時ってね。まあ、そういったのって本当にね、早めに済ませておくと、ああやっと終わったっていうことで、もうあとはね、部屋が散らからずに済むっていうね、そういった安心感もあるので、まずは自分が使ったものはすぐ片付けるっていうのが大事です。基本的にお部屋、部屋が汚い人は使ったものをそのまま放置してる場合が多いんですよ。例えば食べかけの何かプリンとか、食べ終わったカップラーメンのケースだったりとか、そういったものをほったらかしにしてるじゃないですか。だからそういった消耗品に関しても、食べ終わったらすぐゴミ箱に捨てるとか、そういったことが大事です。もう部屋をきれいに保つためには、使ったものを、食べ終わったものはすぐ収納する、すぐ捨てる、もうこの行動を取らないと部屋がどんどん汚くなるばかりです。意外と当たり前のことなんですけれども、僕はそういったことをちゃんとやってるので、昨日僕ここにね、自炊して食べた食器普通にありましたよ、あったんですけど、すぐ洗いました。で、他には僕はこういう風に撮影している三脚とかもありますよね。ここには照明もあるんですけれども、こういったものはもう使い終わったらすぐにクローゼットに収納するようにしています。そんな感じで、もう使い終わったらまずすぐね、収納する、もうね、こういう行動を取らないと、もうどんどん部屋が汚くなってしまうばっかりなので、まずは本当に片付けてください。使い終わったものはすぐ収納するっていうのが、まずこの行動が大事なんじゃないかなっていう風に思います。はい、ということで今日はですね、お部屋脱出、部屋をきれいに保つ秘訣を、ね、4つ紹介したんですけど、また振り返ると、まず1つ目が物の住所を決めておく。で、2つ目がお掃除ロボットを使う。3つ目が無駄なものを買わない。で、4つ目、最後が、使い終わったらすぐ片付けする、捨てるっていうことが大事です。もう基本的にね、当たり前のことなんですけれども、まあ、特にやってほしいのは、まあ、やっぱりすぐ捨てる、すぐ片付けるとか、物の住所を決めておくっていうことですね。これだけでも随分部屋がスッキリするので、まずは、部屋が散らからないためにも、まあ、自分の物の置き場所をちゃんと決めて、でさらに使い終わったら片付ける。もうこの流れがめちゃくちゃ大事なんじゃないかなというふうに思います。
はい、ということで今日はですね、お部屋脱出ということで部屋をきれいに保つ秘訣をね、4つ紹介したんですけど、こんな感じでたまには暮らしに役立つ情報というのを発信しています。まあ、だけど普段はですね、無印良品のアイテムの紹介とかガジェットの紹介とかやってますので、まあ、気になる方はぜひチャンネル登録とかグッドボタン、高評価ぜひよろしくお願いします。あと僕ブログもやってまして、ブログでは僕が持ってる無印良品のアイテムをまとめた記事だったりとか、あとガジェットの紹介とかやってますので、まあ、チェックしたいという方はこちらの動画の概要欄にリンクを貼ってますので、ぜひチェックよろしくお願いします。ということで今日はですね、動画以上になります。次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。